皆様こんにちは。 ST マイクロエレクトロニクスアナログ MEMS センサー製品グループの平間です。このセミナーではモーションデータの AI 処理に最適化されたインテリジェントセンサー処理ユニットを内蔵した ST の最新 MEMS モーションセンサーの機能や性能、開発エコシステムについて解説します。それでは早速セミナーを始めさせていただきます。まず最初に MEMS センサーを取り巻く背景と歴史について少しお話ししたいと思います。MEMS センサーはオフラインの時代に始まり、現在はオンライフの時代へと進化しています。どういうことなのか少し説明をいたします。近年は私たちの生活の至るところにセンサーが存在しています。温度、湿度などの環境情報から加速度センサー、ジャイロセンサー、速距センサーなど多様なセンサーで取得されたデータが私たちの生活をより便利なものにしてくれています。ST は半導体プロセスによる MEMS の技術を用いて、これらの数多くのセンサー製品を製造・販売しています。その歴史は20年以上に及びます。その歴史を振り返ってみましょう。約20年前、MEMS センサーの登場はマンマシンインターフェースのパラダイムシフトに大きな影響を与えました。この時代はまだセンサーのデータはネットワークにつながっておらず、したがってオフラインの時代と定義してみます。そこからさらに10年経過した今から約10年前、スマートフォンなどの端末の性能向上とクラウド技術の融合が進み、センサーはさらに普及していきました。言うなればこれがオンラインの時代です。そして今現在、さらに各種の技術は私たち一人一人の生活に深く関わるようになり、センサーは常にバックグラウンドで動作し続け、生活を支えるオンライフの時代へと突入しています。この進化の過程においては、端末単体の効率化だけでは不十分となり、ネットワークプロバイダーの全てを巻き込んだシステム全体の効率化を図ることが必要となります。つまり、一つ一つは小さくても、まとめると莫大なサイズになるセンサーデータを無線やインターネットを通じてクラウドに送信する代わりに、処理済みの意味のあるものだけを送信し、電力消費やリソース利用を効率化するため、ローカル端末サイドである程度の信号処理ができるスマートな能力を高める必要があるのです。これは社会の持続可能性に大きなインパクトをもたらすはずです。少し大きな話をしましたが、これがこれからお話しする AI 機能を導入した ST の新しい MEMS センサーの目指す方向性です。センサーを用いた IoT システムは AI との親和性がとても高く、そして今やセンサーデータの有効活用という視点で AI 技術との融合は欠かせないものになっています。では AI とセンサー、IoT エッジコンピューティングとの関係を見ていきましょう。AI を使ったシステム構成としてクラウドベースのアプローチがあります。この方法ではデータの処理、特に AI を利用した高度な処理はクラウド側にて行われてきました。しかし、このシステム運用にはいくつかの課題が潜んでいます。例えばセンサーデータをクラウドにアップロードしますので、通信データ量が多く、送信時間が長くなる分、端末自体の消費電力が大きくなってしまったり、ゲートウェイサイドでは通信費が高くなりがちです。また、システム全体としてはデータ転送の負荷により応答性も悪くなるケースがあります。さらに、クラウドに送信されたデータについては、プライバシー保護の観点の対応も必要となり、運用コストに影響を与えてしまいます。そこで、組み込み AI を導入した場合にどうなるかを見ていきます。IoT 端末に組み込み AI を導入した場合、クラウドで行っていた AI 関連の処理を端末側に分散させることで、クラウドの負荷を下げることができます。これらエッジデバイスでは、センサーデータを取得して、簡単な AI 処理を個々の端末が行います。その結果だけをクラウドに転送することで、通信するデータ量を大幅に削減し、その結果、応答性も向上し、また、プライバシー保護の観点からも保守性が向上します。通信量の削減と演算リソースの分散は、システム全体の消費電力を大幅に下げることができます。
このようにエッジコンピューティングでは IoT の分野で絶大なメリットをもたらします。 ST は AI の応用に積極的に取り組んでおり、 AI を IoT エッジに、さらに末端のセンサーにまで広げるためのさまざまなソリューションを提供しています。 ST の AI ソリューションの中心を担うのは STM32 マイクロコントローラー製品群ですが、それに加え ST ではセンサー自身にも機械学習アルゴリズムを実行することができるデジタル機能が組み込まれた高機能・高性能な MEMS センサーを提供しています。これらの複数のアプローチによりより広範なアプリケーションの要求に応用することができます。ではここからはエッジコンピューティングに最適な AI 処理を実行できる新しい MEMS センサーについて見ていきましょう。 ST の新世代のモーションセンサーはセンサー機能を最大限に利用し、システム全体の性能と効率を向上させるものです。具体的には、デバイス及びシステムの両レベルにおける消費電力の削減、モーション判定精度の向上、そしてエッジ内における AI 利用を促進することができるものです。その第一世代として、すでにリリースしているものが機械学習コア入りのモーションセンサーです。MEMS センサーに内蔵した機械学習コアで動作するのはディシジョンツリーベースの機械学習モデルです。ディシジョンツリーとは条件判断を行う一連のノードを複数接続して構成されています。各ノードは if, then, else 形式の判定を行うことで入力信号が設定された条件に対して評価され、結果を真または偽で出力します。このノードを複数組み合わせることで、全体として複雑なモーション判定を効率的に実行することができます。センサーに実装された機械学習コアによる具体的な処理内容は、この3つのステップに分解することができます。最初のステップは、ターゲットアプリケーションが必要とするセンサーの種類を定義し、次のステップでは、センサーデータにフィルターをかけたり、特徴量を抽出する演算ブロックを実行します。最後に学習の結果得られたディシジョンツリーをセンサーデバイスに実装し出力を得ることができます。ここで機械学習のキーポイントとなる特徴量とはどういったものがあるのか一例をご紹介します。このスライドに示すのは ST の6軸センサーに内蔵された機械学習コアで使用可能な特徴量の一覧です。各種センサーによって取得された加速度や角速度などの物理量に対し、平均値、分散、エナジー、ピーク検出、ゼロクロスなど、各センサーの各軸に対し、独立にそれぞれ12種類の演算を行うことができます。目的のアプリケーションに応じて、これら特徴量の中から必要なものを選択し、機械学習を行うことで最終的にディシジョンツリーを構築します。センサーに内蔵された機械学習コアがもたらす大きなメリットの一つはシステムの低消費電力化です。ここでは機械学習コアを用いて人の行動認識を実行した時の消費電流を比較しています。従来通りマイコンを使用する場合、センサーから逐次生データを読み出しつつ、ソフトウェアで行動認識のアルゴリズムを実行する必要があります。一方、センサーの機械学習コアで行動認識を実行した場合、マイコンはスリープ可能な時間が長くなることで、トータルの消費電力を大幅に削減することができます。このスライドに示すように、機械学習コアによる消費電流はわずか数マイクロアンペアオーダーです。その結果、システム全体では、マイコンでアルゴリズムを実行する場合よりも、機械学習コアで行動認識を実行する方が、消費電流を約3分の1にまで低減することができます。機械学習コアは行動認識に限らず様々なアプリケーションに適用可能です。手洗い判定やジムにおけるトレーニング動作のシナリオ監視といったアプリケーションは機械学習コアの得意とするものです。またモーターや冷却ファンなどの振動や動きレベルを検出し異常動作を予測するなど産業機器向けのアプリケーションでも使用可能です。GitHub にてこれらの学習済み機械学習コア設定ファイルのサンプルを公開していますので、ぜひご覧ください。
そして開発エコシステムとして ST は様々なフォームファクター、様々な種類のセンサーを搭載した幅広い評価ボードを提供しています。またこれら評価ボードとともに使用可能な PC あるいはモバイルデバイス用の GUI ソフトウェアも用意しており、いずれも無償でダウンロード使用いただくことが可能となっております。機械学習コアを使用するより具体的な手順については YouTube 上に日本語の動画を公開しております。この動画では電子ペンの状態検出をアプリケーション例とし、最も初期段階の実現可能性の検討を行うという前提で、ST 製の評価ボードと Unico GUI というソフトウェアのみを使用し、わずか15分でデータログの取得から機械学習の実行、そして完成したディシジョンツリーの動作確認を行うまでの様子を手順を追って説明しております。もちろん最終的なアプリケーション向けの開発にはより慎重に多くの作業が必要となりますが、何かセンサーを用いたアプリケーションのアイデアを思いついたとき、いかに簡単にトライアルに着手できるのかを示した動画となっておりますので、ぜひここに示すリンクからご覧ください。機械学習コア内蔵の製品群として、現在民生機器向けに2つの6軸 IMU センサーを、そして産業用途向けに6軸 IMU と傾斜系向けの高精度2軸加速度センサーを市場に投入しています。これらはすでに量産出荷中であり、ドキュメントや評価ボードもリリースされていますので、ST のウェブサイトにてぜひご確認ください。また、年末から来年にかけて新しい民生向け6軸 IMU ファミリーとして、LSM6DSV シリーズが登場します。このセンサーはさらに進化した第2世代の機械学習コアを内蔵しています。また、センサーの基本的な性能についても改善を果たし、クラス最高レベルの低ノイズ性能を達成しつつ、低消費電力も保っております。次に LSM6DSV シリーズに内蔵された新しい機械学習コアについて簡単に見ていきましょう。先ほど詳しく紹介した既存の機械学習コアとの比較表です。ノード数などいくつかの点では最適化のために削減されているように見えるかもしれませんが、センサーの入力レートや外部センサーへの対応能力が向上し、機能面では多くの進化を遂げています。特に重要なのは特徴量の再帰的演算ウィンドウのサポートです。AI 技術全般的にそうなのですが、これまでの機械学習コアはある程度の時間をかけて状態を判定するのには向いていましたが、突発的なイベントを瞬時に検出するという機能には向いていませんでした。しかし、特に加速度センサーはタップ判定やシェイク動作の判定などイベント検出にもよく利用されるセンサーです。この再帰的ウィンドウ機能を利用すると状態判定だけでなくイベント判定にも機械学習コアが対応できるようになり、より多くのアプリケーションへの応用可能性が広がります。そして ST は、これら機械学習コアのコンセプトをさらに一歩進め、センサーにおける AI 機能実行能力向上のため、ISPU、インテリジェントセンサープロセッシングユニットという、よりパワフルで自由度の高いプロセッサーの搭載を進めています。このスライドは、ここまでご紹介した2つの世代の機械学習コアと ISPU のそれぞれの特徴を示しています。いずれも AI ベースのインテリジェントなデータ処理をセンサー内で実行し、ホストマイコンの負荷を下げるという目的は変わっていません。しかし、機械学習コアに対し ISPU はさらにプロセッシングの能力と柔軟性を向上させ、ディシジョンツリーに限らず、バイナリーニューラルネットワークなどより高度な AI 処理をセンサー内部で実行可能となります。あるいは AI や機械学習には限らず、ユーザー独自のセンサー信号処理アルゴリズムをコードベースで実装し、これまでホストマイコンで行っていたような処理を ISPU に分担させるということも可能となります。ホストマイコンによるソフトウェア実装はフレキシビリティがあり、処理性能も追求できますが、消費電力とのトレードオフがあり、さらにはソフトウェア開発の手間がかかります。
それに対し機械学習コアはモデルをディシジョンツリーに限定し、ハードウェア化を進めることで低消費電力に特化し、開発を簡易化することが可能なソリューションとなっています。さらに ISPU では低消費電力とフレキシビリティや処理性能のベストミックスを目指したものとなっており、リアルエッジ AI の実現をより強化することができます。ISPU は 32bit ハーバードアーキテクチャを採用した DSP ですが、非常にサイズが小さく、従来の MEMS センサーと全く同一のパッケージに収められています。モーションデータの AI 処理に特化した命令セットを持ち、非常に高効率に動作するため、消費電力も汎用マイコンに対して大幅に削減できます。また、コアの動作周波数を 10MHz とした場合、現状のモーションメムスセンサーでサポートされる最高 ODR となる 6.6kHz でサンプリングしたデータを取り扱うことができます。これにより、機械学習コアに比べ応用可能なアプリケーションが大幅に増えると予想しています。ISPU の主要なブロック構成はこの図のようになっています。ホストマイコンとは複数のインターフェースレジスタを通してコンフィグレーションやデータのやり取りが可能な一方、センサーが測定したデータはセンサー内部で直接読み出しが可能となっています。プログラムメモリーはホストマイコンからプログラムをロードする領域で、 ISPU 自身からは書き込みはできません。処理データやパラメータの保持にはデータメモリを使用します。詳細なアーキテクチャはすでに ST のウェブサイトにドキュメントが公開されていますので、それらをご参照ください。このスライドは ISPU の性能を示す一例として、6軸センサーフュージョンを実行した場合の消費電力を比較しています。ISPU では6軸のみならず、9軸のセンサーフュージョンを余裕を持って実行する能力がありますが、同様のことを一般的な 32bit 組み込みマイコンで処理した場合と比べると、センサーとマイコンを合わせて約5分の1程度まで消費電力を下げることができます。これは IoT 端末のバッテリーライフの向上に劇的なインパクトをもたらすはずです。ISPU のプログラミングには、多くの汎用マイコンと同様に C、C++ 言語を使用することができます。開発環境としてコマンドライン向けのツールチェーン、Eclipse ベースの IDE に対応した ISPU プラグイン、コードを書くことなく GUI によるブロックの組み合わせにより STM32 のファームウェアを開発できるアルゴビルダーも ISPU のインテグレーションに対応しています。また、開発のベースとなるサンプルアプリケーション、プロジェクトや ISPU で動作する各種のライブラリーをまとめた XCubeISPU というパッケージもダウンロードしていただくことができます。この XCubeISPU というソフトウェアパッケージには、ニュークレオと X ニュークレオボードにユニクレオ GUI を用いてすぐに動作確認可能な複数のサンプルコード、あるいはサンプルライブラリーを含んでいます。ここに示したのは、それら XCubeISPU に含まれるサンプルの一例です。ここであえて注目していただきたいのは、CRC の計算や IIR フィルターの適用など、AI とは関係のない機能もサポートされているということです。ISPU は AI や機械学習専用のプロセッサーではなく、このように非常にベーシックなデータ演算やデータ処理を十分に低い消費電力で実行することができます。今までマイコンで行っていたようなデータの事前処理のみ ISPU に担当させ、AI 等の主要な演算はマイコン側のリソースをフルに活用するということで、消費電力とパフォーマンスの両方を追求するというシステムを構築することも可能となっています。また、ナノエッジ AI スタジオは、機械学習やデータサイエンスなど、AI 関連の知識がない開発者であっても、AI 処理のライブラリーを簡単に生成することができるソフトウェアパッケージです。これが STM32 マイコン上だけでなく、現在は ISPU にも対応しています。
ライブラリーの運用はエッジ側で完結しているので、クラウドへの接続は不要となります。ISPU に対しては、日の異常検出に対応しており、ユースケースやアプリケーションに応じて適切な AI ライブラリを自動で生成することができます。一例として、NanoEdge AI for ISPU を使った異常検出ライブラリの開発手順と運用方法をご紹介します。まず、PC 上で機械学習ライブラリを生成します。ライブラリ生成のためには、正常信号と異常信号を取得しておく必要があります。この時、ディープラーニングの学習のように、数千や数万オーダーといった大量のデータを集める必要はありません。数百から数千程度のサンプル数で機械学習ライブラリの生成が可能となります。次に生成されたライブラリを使って ISPU で異常検出を実行します。この時、推論実行の前にデバイス上で正常データを読み込ませるオンデバイストレーニングを実行し、その後異常検出を実行するということが可能となります。この運用方法の大きなメリットの一つは、実運用の環境にて取得される正常データを学習するので、異常検出の性能がよりロバストになることです。例えば、同じライブラリを使っていても、設置環境によっては正常データにばらつきが起こり得ます。しかし、オンデバイストレーニングを実行すれば、その環境での実際の正常データを取得できるので、異常検出がよりデバイス、環境ごとにカスタマイズされ、最適化されたものとなります。このような柔軟性の高いライブラリーの運用は、機械学習ならではのものですし、ST の NanoEdge AI だからこそ実現できる高性能な異常検出ライブラリーであると言えます。こういったことが、マイコンのリソースをほとんど使うことなく、独軸の MEMS センサーの内部だけで完結するということが可能となります。ISPU 内蔵の製品として、現在、民生向けと産業用途向けに、それぞれ6軸 IMU が市場に投入されています。これら2つの製品は量産出荷中であり、ドキュメントや評価ボードもリリースされていますので、ST のウェブサイトでぜひご確認ください。また、ISPU を搭載した MEMS センサーに関する様々な情報は、ISPU 専用のポータルサイトにまとめられていますので、概要についてはこちらもご確認ください。今後の新製品リリースに向けて順次情報をアップデートしていく予定です。最後に今日お話しした内容をまとめておきます。MEMS センサーは時代とテクノロジーの要求に応えながら AI 機能を取り込むなど普及拡大を続けています。ST ではその流れをいち早く取り入れ、機械学習コアや ISPU といったインテリジェントな演算能力をセンサーに内蔵することにより、端末のみならず、クラウドを含めたシステム全体の低消費電力化により、持続可能な社会を目指すオンライフの時代へと対応していきます。こういったコンセプトを具現化したのが機械学習コア内蔵の MEMS センサーであり、さらにISPU 内蔵の MEMS センサーへと発展を遂げています。今後も MEMS の基礎技術の研究からその応用製品化までをきめ細かくサポートする製品開発を進めてまいります。以上、インテリジェントセンサー処理ユニット内蔵 MEMS モーションセンサーについて解説いたしました。ST はこの他にも AI を IoT Edge のマイコンからさらに末端のセンサーに広げるための様々なソリューションを提供していますので、ぜひご検討ください。詳細については、ST のウェブサイトをご覧ください。ご視聴ありがとうございました。